はい、こんにちは。熱帯植物栽培科の杉山です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回なんですけど、まずマイクがないから声を張る。ははははは、どっか行っちゃったごめん。<laughs> どっ書いっちゃった。ごめん。だから、まっすぐ向いて話します。よろしくお願いします。さあ、今回ご紹介する植物、えー、っとね、何にしようかな何にしようかなつって、すごい悩んでたと。悩んでたんだけど、やっぱり、なんかね、ちょっとコメント欄であったのが、ちゃんと僕コメント読んでるんですよ。コメント読んでるんです。だから、コメント入れてくださいね。はい。コメント読んでるんですけど、あの、やっぱり、ちょっと最近の杉山さん、あの、美学が多いよね、とか、ちょっとマニアックすぎて、つって、で、あの、こういうことやったら嬉しかった、とか、そういうの書いてくれるのめちゃめちゃ めっちゃありがたいんでコメントはあのー、僕と皆さんのなんか架け橋になるのかなと思ってるんでよろしくお願いしますでねあのー、置いといて <laughs> 今回やりたかったのこちらなんですモンステラ わああのさ、俺、よくよく考えたらさ、モンステラの、こっちのさ、ね、ホワイトモンスター、天津蘭の方はやってたんだけど、普通のモンステラお前やってなくねえと思って、これやってねえわーと思って、ちょっとモンステラ、これね、あのー、しっかりと伝えていかなきゃいけないなと思うんで、モンステラが今、熱いんです。 暑いんです。なぜ暑いかも。その辺も踏まえて全部伝えていきたいと思います。でね、モンステラ。皆さん、あのー、ご存知の通り、まあ、木に登っていくよとか、着込んでるよねとか、でそういう情報っても YouTube 全然あると思うんですよ。で、僕は、あのー、YouTuber じゃないんですけど、熱帯植物栽培家なんで、あのー、やっぱりモンステラのもっとこういうとこ面白いし、実はお宝モンステラ。 眠ってるよっていう。そんな話もしていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、モンステラなんですけど、今ね、モンステラって、日本でね、どのぐらい入ってる、どのぐらい流通してるかっていうとね、まあこれも諸説あるんだけど、年間で多分ね、50万チ以上が流通してるんです。で、それはね、ほとんどが種から、ね、種から来てるんですよ。で、種から、だいたいどのぐらいで、えっと、葉っぱが割れてくるかっていうのが、これもね、 個体差があるし、全然違うんだけど、基本的には種からだいたい6枚目から7枚目で葉っぱが割れてくるんです。それまではまん丸まな葉っぱ。だから、幼いかん、あの、時っていうのは、こ,これもそうなんだけど、 これね、これね、ちょうど、もう今、あのー、古くなった種からの葉っぱ、で出た葉っぱ、ね、これもう一枚あったんだけど、一枚がもう枯れちゃったから、一、二、三、四、五、六、七枚目、ほら、七枚目で割れてきてるでしょ。だから、七枚目で一応割れてきてるんですよ。ね。 古い葉っぱ7枚目で。で、8枚目でお前また戻った。<laughs> 9枚目で戻った。これね、何が起こってるかというと、肥料切れだったり、根詰まりを起こしちゃったり、環境が悪かったりすると、葉っぱって、割れた葉っぱが何もなくなっちゃったっていう人結構いると思うんですよ。これね、実はここなんです。暗かったり、肥料切れだったり、根詰まりを起こしてしまったり、大きくなっていくために、こう、大きくなっていくごとに穴が開いてくるんですよ。 で、あのー、七、種からね、六枚目か七枚目ぐらいから、でもね、早いやつだと四枚目ぐらいから空いてくるやつがある。はい。<laughs> どんだけ見てんだってね。あ、まあ、僕、それが仕事だから。<laughs> はい。あのー、で、そうなんですよ。で、六枚目、七枚目ぐらいから、まあ、大体空いてきて。で、暗くなっちゃったりだとか、ね、根詰まり起こしちゃったり、肥料が足りなかったら、穴っていうのはなくなってくる。でね、じゃあこの、えっ、ー、とー、モンステラの、この、切れ込み。 この穴だったりってしてるものね。どうしてこういうものができたかっていうのは、これね、諸説言われてて、これイギリスの BBC で、あの、デイビッド・アテンボローさんは、えーと、株元に光を当てるためだとか、あとは風が吹いてきて、あの、上の方に登っていくわけじゃない。そうするとさ、必然的に破れちゃうよね。だから勝手に破れてし、 あの、破れないように自ら破れてるっていう考え方を言ったりしてたんだけど、今回ね、僕ね、これね、自分もね、なるほどなと思ったのが、沖縄の、えっ、ー、とね、林先生って、あのー、植物のね、樹木の林先生って検索したら、あの、出てくる林先生が言われてた本で書かれたことがね、ちょっとね、俺もね、なるほどなと思ったのが、結局ね、こういうふうに、でっかい葉っぱになるっていうのは、結局こういう切れ込みが入ってると、 よくか、空気の蒸散が進むんじゃないかっ,つっていうことが書いてあって、あ、自ら、 上昇気流を作ってんじゃないかっていう説があって。いや、これも、その、林先生のお言葉だから、絶対、絶対にあのね、林先生もちゃんと書いてあるんだけど、その論文があるとかそういうことではないけど、観察していくとそう思えるっていうようなことが書かれてて、いや、なるほどなと思って、いや、分からなくもないんですよ。なんでかっていうと、モンステラの葉っぱってでかくなるじゃん。で、でかくなった時、早く乾かしたいよね。早く乾かしたい時にさ、網目、こうね、穴が開いてて、あった方がさ、風も通るしさ、よく 乾くよね。だってさ、ベッタベタになってると、植物ってやっぱり水に常に濡れてる環境って、あの、良くはないんだ。たまに濡れて乾くっていう、ね、濡れて乾く濡れて乾くっていうのは植物はね、シャワー浴びた感じで気持ちいいってなってるかもしれないけど、そんな感じなんですよ。だから、モンステラね、あのー、基本的にはま、そんな感じじゃないかって言われてるんですよ。ね。これ今までになかったでしょ。<laughs> でね、もう一つ、あのー、モンステラ、 ね、葉っぱを切ったら、なんか、葉っぱが大きくなるとか生育が良くなるって、あのー、多分情報があると思うんですけど、ほんとほそれ <laughs> あのー、葉っぱを切ったらというか、基本さ、あのー、葉っぱって光合成をするためのものなんですよ。だから、葉っぱはねの、なるべく残してた方が生育は良くなるよ。<laughs> <laughs> たまたまこういうふうにさ、あの、肥料切れだとか起こしちゃうと、ね、こういうふうにさ、あのー、葉っぱがなくなってるっていうのを見るかもしれないけど、これた、単に肥料切れや根詰まりや、あの、水切れちゃったとか、そんなことだけなんですよ。だから、あの、僕は、えっ、ー、とー、葉っぱを切らない。切ら、なるべく切らないで。で、えっ、ー、とね、もう一つ、モンスターってさ、 あのー、水やりってどうやるのって言ったら、まあ、乾いたら水やってくださいって言ってるけど、旅行行く時とかさ、もう今から皆さんさ、こう旅行行きたいくなっちゃってる症候群の人たちすごい多いと思うんですよ。で、そういった時ってさ、どうすればいいって思うでしょこれもね、あるんですよ。モンステラのさ、特徴的なさ、この気根あるでしょここの気根。ね、伸びてくるね、こういう気根。これをペットボトルにつけといてください。それだけ。<laughs> それで水吸えるんです。ね。これをペットボトルにドボンつけて、で、 あとは旅行行ってください。ここの鉢の土が乾いてても大丈夫です。でね、僕これ実験しました。えー、っと、ここに、ね、あのペットボトル入れます。で、あとそのまま放置します。僕それで1年放置しました。 こっちの根っこは枯れるけど、ここの根っこだけで俺お前を支えるね、っつって。俺お前を支えるから、っつって。あの、なんとか生きていく。でもね、下場は枯れていっちゃったりだとか、そういうことは起こりました。なんで、もし1週間とか2週間とかも海外行っちゃって、もどうしてもモンステラーがーっ,つっていう人は、あの、この気根をペットボトルにつけて、うん、耐えさせてください。はい。<laughs> はい。でね、先ほど言った。で、あとは、 どんな場所に置いたらいいかっていうのは、なるべく、ね、あのー、明るい場所がいいと思います。なんでかっていうと、光の方にどん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 向かっていくんですよ。で、さっきも言ったように、その、えっ、ー、と、葉っぱが、切れ込みが少なくなってきた。割れなくなっちゃったっていうのは、暗すぎる証拠だったりするんですよ。でね、これも、デイビッド・アーテンボローね、BBC のデイビッド・アーテンボローが言ってたんだけど、あの、要はさ、モンステラってさ、 あの、こう、上に登ってさ、実がボーンって落ちるわけよ。すごいビューンって10メートルぐらいとかビューンって上に登って、なんか花咲かせました、つって。で、それで実がボーンって下に落ちるわけじゃん。で、そっから種が発芽するじゃん。種が発芽したらさ、まずさ、木に登らなきゃいけないから伸びるんだよね。だから、彼らはもともと暗い場所では伸びるという性質があるっていうふうに教えてくれたんだよ。お、なるほどなと思って。分かりやすいよね。だってさ、あの、実が上に行きました、落ちました、伸びます、みたいな ね。で、種の力で約2メートル伸びんだって。だからね、種がね、結構このぐらい大きかったりするんだよ。だから2メートルまで伸びて、その間に、なんかこう、何かにこう、くっついていけないと、なんか枯れちゃうみたいな,なんかことが書いてあって。でも、その間には根っこ伸びて、他の栄養も吸ってる方に2メートル、厳密に種からの力だったら2メートルらしいんだけど、あの、ね、根っこがちょっとでもあって、なんか落ち葉だとかさ、栄養あるからさ、そこで、 落ち葉、落ち葉の栄養をもらっていきます。もらっていきます。だ、あの、どんどんこっちに行けばいいですかこっちに行けばいいですかって言って、あの、モンスラーの葉っぱっていうのは光の感受性が結構あるんですよ。だから、あのー、 要は光の方に向いていっちゃう。だから、例えば窓の反対側に置いててなんか、どん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 なんかモンステラ暴れてきましたみたいな。あっち向いてこっち向いてってなってる場合は、実は光をすごい探してる可能性があるんですよ。で、あとは葉っぱも光の方向に一方向に向くっていうか、あの、形もあると思うんで、まあ光の当て方も皆さん、あの、工夫してみてください。さあ、ここでなんです。なんでモンステラが 今、暑いのか。ここをちょっとお話しさせてもらいますけど、まあ、モンステラでもね、やっぱり種をそんだけ巻いていくといろんなものが出るんですよ。で、うちにね、あの、皆さんちょっと、あの、すいません、流通量ものすごく少なくて申し訳ないんですけど、これはね、あの、愛知県の生産者が作った福助という品種なんですけど、まあ、これも本当に流通量少ないです。申し訳ないです。あの、もう、えっ、ー、とね、その生産者さんが、あの、モンステラをずっと作ってる人で、ね、作っててね、これが出た時に、もう、あの、僕にね、あの、もうなくなっちゃったんですよ。ね、あの、その生産者さんね、あのね、これ見てくれ、見てくれ、つって。 あの、すぎまくん、これ見てくれっつな。何ですか、これ、つって。見てくれ、これ。あのー、このモンステラが出た時にね、僕は、もう、まるで、この、まん丸で、この、お椀型の葉っぱが出た時に、まるで、福助のようだっ、つって。だから、僕は、この、あの、モンステラに関しては、福助という名前で流通させたいみたいなことを言われてて。で、それで、あの、その福助譲り、あのー、もらっていいですかっ、つって、あのー、僕、分けていただいて、で、それで増やしていってるんですよ。 で、あの、やっぱり変異っていうのは、そんだけ流通量があれば、出るんです。で、あと、それ以外にも、コンパクターって言われてる、デリシオサコンパクターって言われてる、成長のめちゃめちゃ遅い、もっとね、シュッとした、あの、シュッと、りりしい顔の、あのー、モンステラーがあるんですよ。で、あの、もっと切れ込みが深い。あ、それもね、また、あの、用意してなかった。あそこら辺にある。<laughs> はい、でね、 今、なぜ、この変異が、あの、実はこの変異っていうのは今まで起きてきたんですけど、最近、モンステラ、めちゃめちゃ変異が多いんですよ。これなぜかっていうと、実はこれね、あのー、皆さん、記憶にあるかもしれないですけど、アメリカのサンディエゴの方で、山火事があったの、覚えてますか山火事があって、なんかいろいろね、あの、家屋が、とかって、いろいろあったと思うんですけど、実はそこに、 このモンステラの変異問題が来るんですよ。何かっていうとね、今までのモンステラって、そのアメリカのサンディエゴにある農場のモンステラが日本に来てたんですよ。で、要はね、何をしてたかっていうと、とにかく種を取るための農場がそこにあったんですよ、モンステラの。で、農場があって、それで種を取ってたんですけど、山火事によってなくなっちゃったんですよ。燃えてなくなっちゃったんです。 あらーですよ。そしたらね、モンステラ、世界中から、探せってなったんですよ。今までモンステラが、普通にで頼めば来たのに、無くなった、探せーって、うわーって探しまくって。で、いろんなところが。で、そしたら南米ルートができてきて、で、その南米ルートから来たやつが、やたらと変異が多い。ね。今日、ちょっとだけご紹介するよ。例えばさ、さっき、 さっき見せたさ、こうやって福助。ね。こんなようなやつ、これたまにあったりするんですよ。だからね、あの、園芸店に行ってモンステラをよく見ると、めちゃめちゃ面白いやつある。これはね、福助ではないけど、ほら、ちょっとさ、葉っぱが丸まってるし、切れ込みめちゃめちゃ多いよね。こんなのが、本当に。でもさ、最初はこんな、こんな感じで、で、大きくなるとこんな感じになって、福助のような可愛らしさはないよ。ちょっとワイルド感、ね。福助これ。 かわいい。<laughs> ないけど、こういうやつが出てきてるんですよ。でね、これね、本当に、こないだ見てね、あの、去年から僕これ集め出してるんですよ。で、うちも結構あるんですよ。<laughs> 結構あるんですけど、あの、これね、言っちゃうとさ、みんな探しまくるでしょ。だからさ、言う前に探しといて、<laughs> でね、今回、 今までのモンステラ探した中で、こいつが今一番気に入ってる。一番気に入ってる。不入りとかじゃないよ。だから、モンステラは、実はこの切れ込みだとかに、めちゃめちゃ今から、今ね、出回ってるの個性があるやつがあるんで、自分だけのね、うん、マイモンステラを探すっていうのもね、一つの楽しみかもしれない。でね、こうもう、うん、あんまあ、見せたくないけど、今回見せるから。これが、僕が見つけた、 モンステラ、デリシオさ、の、わーおすごい切れ込み深いでしょやばくないで、上の葉っぱになってちょっと肥料多くしちゃったから、こんな感じだけど、今までのモンステラと、ちょっと違うよね。全然違うよね。だからさ、肥料をちょっと引き締めて作ったら、こんな細くさ、うわ、これはね、俺無菌ス作ってんだ。 絶対やっちゃうよね <laughs>。だってさ、こんなに切れ込み深いんだよ。見てよ、これ、じゃっ下、下場とか。これ、こんな切れ込み深いんだよ。かっこいいじゃん。いや、これだよ、これ。こういうのをぜひ皆さんに見てもらいたいなと思って。まあ、だから今からね、まだ間に合います。モンステラ。えー、園芸店に行って、モンステラ、ないですかってって見て。あれなんかこれ。ちょっと、普通のモンステラと違う。それはなぜか。あの、モンステラの農場が、 ね、燃えちゃって、世界中で探して、いろんなところからね、来たら、まあ、もしかしたら雑種の可能性もあるし、なんか、あの、その地域変異の可能性もあるか分かんないけど、変異がめちゃめちゃ出やすくなったっていうのが確かなことなんですよ。だからね、こういう、ただのモンステラかもしれない。ね、されどモンステラです。そして、こういった面白い葉っぱのものが出続けてる。不入りばかりが、モンステラじゃないんです。はい。 なん <laughs> だお前はつっあるよね。はい。というわけで、今回もね、僕、モンステラもすごい好きなんで、あの、モンステラをね、もっと皆さんにたくさん育ててほしいな、つって。で、あとね、モンステラをガチムチに育てる方法は、一つだけお、あの、お伝えすると、まず、モンステラって、光の感じ性高いから、葉っぱが必ず光の方に向くっていったじゃん。それを、一週間に一回、ぎゅーってやってください。<laughs> でそうすると、こっちーつって、こ、こ,こっちーつって、こう、ひねり加わるでしょで、ひねりが加わって、またぎゅーって回転させてくる。そうすると、ひねりが加わった植物っていうのは、あの、すごく、石棺が引き締まって、ガチムチになります。傭兵が短くなって。でもね、その、トレーニングしてる時っていうのは、必ず、あの、肥料を与えてください。これ、肥料与えないでトレーニングすると、もう痩せ細ってもうダメですってなっちゃうんで、あの、葉っぱがね、あの、と,とにかく、あの、トレーニングしてる場合,場合っていうのは、本当に代謝が、すごい、 いいんですよ植物って動けば動くほど疲れるんですよ。だから肥料が欲しいんで、動き、すごい動く植物に関しては肥料をやらないと葉っぱが黄色くなったり、下葉が黄色くなったりしやすいんで、はい。えー、そんな感じで <laughs>、気をつけてね。はい。というわけで、今回、モンステラ。初めてやったよね。あのマニアックな植物ばっかりやらないからね。<laughs> そんな感じで、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。